ジャパン X ボールリーグは2020年3月28日に新型コロナウイルスの影響で中止となった。その後も X ボールライジングカップ、 X ボールコンバット、アスリート最強決定戦といった3つの大会が開催されたが、本筋であるはずのジャパン X ボールリーグは再開する気配すらなく、次第に X ボール界に暗雲が立ち込める。このままではダメだと誰かが言った。その思いは伝播し増幅し、黒くくすぶっていた4色の勇者たちをよみがえらせた。愛知レグルス、神奈川シリウス、アルゴル千葉、そしてベガ埼玉。 X ボール初期に結成された4つのチームが立ち上がり再び集結した。これはただ競い合うだけの戦いではない。互いに切り合い打ち合い、競い合う場所を守るための戦い。時を経て色褪せた戦いが今再び幕を開けようとしている。アルゴル千葉、余呉慎之介。小粒ながらもピリリと辛いシュータープレイヤー。 X ボムのフォームから繰り出されるフェイントシュートはコースが読みにくく非常に強力。安定したキャッチ能力にも注目です。愛知レグルス、白瀬ゴールド。デビュー後間もなくトッププレイヤーに君臨した X ボールの魔王。剛腕から繰り出される猛烈な連射速度のブレードからは誰も逃げられません。愛知レグルス、岡田太郎。今喋っている私です。派手なフォームのジャンプシュートが特徴のシュータープレイヤー。 X ボールでは未だ使用者の少ないオーバースローシュートの達人。愛知レグルス、水沢龍。自他ともに認める AR スポーツ界のエース。抜群の回避能力とキャッチ能力を誇り、弱点らしい弱点はほとんど見当たりません。アルゴル千葉、水沢翔。レグルス水沢龍の双子の弟。彼もまたエース級の能力を持ち、兄と組んだ際の連携は抜群ですが、リーグ戦では別チームでの参戦となります。神奈川シリウス、鈴木優斗。 AR スポーツ界においてスススの名前で知られるブレードアタッカー。高いブレード力と敏捷性を兼ね備えた非常に優秀な選手の一人。神奈川シリウス、犬塚ゆりや。元祖アクロバットシュートエアテンペストの使い手。 X ボール界屈指のシュートアーティストです。神奈川シリウス、坂口純。 X ボールトップクラスの敏捷性を誇るスピードアタッカー。追い込まれた際のキャッチ能力にも注目です。神奈川シリウス、藤原康介。数々のマイナースポーツに挑戦してきたマイナースポーツコレクター。持ち前の長い手足で相手のシュートを阻みます。ジャパン X ボールリーグネクスト、復活の第一戦は愛知レグルス対アルゴル千葉の対戦。今回アルゴル千葉は2人での参戦。3人体制のレグルスに対しどのように戦っていくのか注目です。対戦カードはご覧のようになっております。前半に1対1と2対2を戦い、後半も同じ流れで戦います。前半戦1対1は愛知レグルス岡田太郎、アルゴル千葉水沢翔の対戦です。さあ両者ともに準備が出来上がったようです。愛知レグルス岡田対アルゴル千葉水沢翔の1対1の戦いです。まもなくゲームスタートします。実況は私、愛知レグルスの岡田がお送りいたします。さあゲームスタート。まずは持っているのは赤チーム。決まった、早速決めてきた。速攻シュートを岡田決めてきた。0対1、赤チームが1点リードです。さあ残り1分35秒で KO だ。ブレードで KO を取って落ち着いてシュートを決めてきました。さあ残り1分32秒同点です。ここからどう展開していくのか。さあ同じコースのシュートは通らないと。水沢翔がブロックを仕掛けてきます。ここで一発食らってしまったが、シュートは決まらない、防がれてしまった。さあここはどうだ、ブロックが決まったが外れてしまいました。
シュートは大外れ、大きく左にそれて2対1、青チームが1点リードです。さあここで慶応だ、落ち着いてシュートを入れてくる。これは岡田少し厳しいか。3対1、1分17秒です。さあシュートを貯めてきた、上投げは出ない、下投げで改めて入れてきた。3対2、残り1分12秒、青チームが1点リードです。さあ水沢翔、ここでボムを貯めてきた。1対1でボムは厳しいぞ、なかなか出ない、出た、これは KO。 落ち着いてシュートを決めてきます。ど真ん中に決まりました。残り1分5秒です。4対2、青チームが2点リード。さあここで速攻シュートを決めてきた、左右に振って横に決めてきます。4対3、残り1分です。さあここでどうだ、ブレードで KO、 落ち着いて決めてきます。ブレードもシュートも非常に落ち着いているといったところでしょう。さあ速攻シュートは決まらない、ほぼ真ん中に入った。ここからブレードの応酬だ、お互いに狙い撃ちしてどちらが決めてくるか。さあ一発食らってしまった、 KO だ。水沢翔、ここはちょっとだけ時間を使ってシュートしてきました。6対3、残り43秒、青チーム3点リードです。岡田が一発ブレード食らってしまったがシュートを決めた、ほぼ真上です。6対4、38秒です。さあ再びボムを貯めてきたが、これは決まるのか、これは決まった、落ち着いてシュートを、あれ投げない、投げない、露骨に時間を使ってシュートしてきた水沢翔、戦略的には正しいです。さあここで上投げシュート決まった、7対5です。残り28秒、2点差まで縮めました。水沢翔がシュートを持っています。さあここからどう仕掛けてくるか、KO してからゆっくりと時間を使って岡田太郎、何もできない、しゃがみ込む。先ほども言いましたが戦略上は正しいです。さあここからシュートをどう決めてくるか、残り15秒、時間的には少し厳しい、少しじゃない、かなり厳しいです。さあ目の前のシュートを取って上投げは決まらない、ボールをすり抜けて再びシュートを決めてきます。9対5、4点差、残り7秒です。さあ逆転は不可能といったところでしょう。ここで一発シュートを決めてくる。9対6、残り5秒です。青チーム大量リード。さあここで3発目を使ってきた、慶応だ。1対1で3発ともボムを決めて水沢翔が勝利です。さあ試合後の握手です。この後2人は綿密な消毒を行いました。前半戦1対1が終わりまして、結果はご覧のようになりました。6対9でアルゴル千葉水沢翔が勝利です。この後の戦いは水沢龍白瀬ペア、水沢翔ヨゴペアによる戦いです。さあ両チームとも準備ができました。愛知レグルス対アルゴル千葉、前半戦2対2の戦いです。ゲームスタート。まずシュートを持っているのは水沢龍、ここでどう決めてくるのか、開始5秒で入れてくる。0対1です。次にシュートを持ったのは水沢翔、水沢龍の双子の弟です。さあブレードの応酬、どちらが勝つか、水沢龍がダウン、2人ともダウン、1点返してきました。1対1同点です。残り1分46秒、平瀬がシュート。さあここは防がれてしまったがシュートがこぼれる、どっちが取るか、水沢龍が取りに行った。ここからシュートは余語が阻みます。さあ白瀬が取った。さあ激しいシュートの応酬だ、どちらが勝つか、この勝負はどちらが勝つのか、激しい応酬が続く、どちらも KO。 アルゴルが1点決めました。2対1、青チームが1点リードです。残り1分22秒。さあブレードの応酬が続いております。この勝負はどうなるか、ここはどう攻めるか、外してきました。ヨゴシュート速攻は決まらない、白瀬が阻む。さあシュートのゴムを貯めている横で決めました。さあ水沢翔がシュートを持っています。お互いにブレードを投げ合う、白瀬が取った、白瀬が KO だ。さあ残った水沢龍は防御に徹します。さあここから生き残れるか、シュートを外してきました。2対2、残り1分です。さあボムを貯めているが、ここは白瀬焦ってしまったが、シュートを左に反らしてしまいます。さあ再びボムの投げ合い、これを水沢龍防げない、しかし相手は一発ボムを投げてしまった。これが後でどう響くか、
さあ水沢龍がシュートを持っています。さあ水沢龍がやれてしまった。2人とも KO している。なすすべなく1点決められてしまいました。4対2アルゴリ千葉が2点リードしています。さあ速攻シュートは決まらない。ボムを溜めているが、ボムを溜めながらシュートをキャッチ。さあこれはどうなるか。全員やられてしまったが、誰がシュートを持っている。水沢龍が持っている。さあその間に全員復活して再び戦いが始まりました。白瀬が KO をその間にシュートを入れました。4対3残り30秒です。アルゴル千葉が1点リードした状態。この点差は縮まるのかどうか。さあ横がダウンした。1人で逃げ回る水沢翔、逃げられない。同点まで追いつきました愛知レグルス。4対4、残り20秒です。さあボムを投げたところにシュートを決めてきました。落ち着いています、横慎之介。さあ残り16秒、5対4、この点差はどうなる。さあどうした。キラスの逆をついてきた。落ち着いたシュートです。6対4、2点差です。残り約10秒。さあえげつない角度でシュートが入った。これは反応できません。残り11秒、6対5、どうなる。勝てるのか愛知レグルス。6対6、残り8秒で同点まで追いつきました。さあ怒涛の展開です。横慎之介がシュート、水沢龍がこれをキャッチ。さあどんな感じで投げてくるのか。横の上を向いてった。 KO した横の上を向いてついに逆転しました。残り2秒。さあ同点まで持っていけるか。外してしまった。残り 0.3 秒。これは勝負ありです。6対7で愛知レグルスが勝利いたしました。奇跡の逆転劇。残り8秒での攻防は見ものでした。素晴らしい戦いをありがとうございます。前半戦が終了しまして、結果はご覧のようになっております。両チームとも1勝1敗。この後の後半戦にどう試合が動くのか注目です。この後は愛知レグルス白瀬対アルゴル千葉ヨゴの1対1です。さあコートチェンジで後半戦が始まります。アルゴル千葉横慎之介対愛知レグルス白瀬ゴールドの勝負です。1対1、後半戦は何が起きるのか非常に楽しみです。さあ間もなく試合開始といったところでしょう。さあ始まりました。まず持っているのは横慎之介。ここからシュートは真正面に入ってしまった。さあ早速キャッチボールだが、横がシュートをこぼしてしまった。白瀬は取りに行けない。さあ白瀬がシュートです。さあ白瀬は真正面に入った。再び横がシュートをこぼしてしまう。ブレードは諦めた。落ち着いてシュートを決めてきます白瀬ゴールド。さあ横がシュート、ここからどう攻めていくか。1対0。さあ KO 食らってしまった。さすがに白瀬選手のブレードは強烈です。連射速度もそうですが命中率も高いです。さあ横が1点決めてきたぞ。2対1、残り1分17秒。白瀬がシュート。さあ投げてこない。早い下投げです。落ち着いてシュートを決めてきました。3対1、残り1分15秒。横がシュートを食べてきた。大きく左に逸れてしまった。残り1分11秒。3対1、白瀬がシュート。白瀬は真正面。さあここでキャッチボールだ。どっちが勝つか。白瀬が勝った。4対1、残り1分7秒です。さあ横がシュート、ここからどう攻めてくるか。白瀬に一発与えた。さあ1回2回とフェイント、3回目で投げてきます。これは反応できません。4対2、残り1分です。さあ白瀬の裏投げ、えげつない角度。なかなか今のは反応できません。さあ横がシュート、どう攻めてくるか。白瀬のブレード弾幕に対してかわしきってシュートを決めてきた。残り54秒。5対3、愛知レグルスが2点リードです。さあ白瀬を取ってきた。ここでシュートの応酬。防御はどっちが勝つか。反対側、ヨゴ選手の左手を抜いてきました。6対3、残り45秒。白瀬に一発入った。ヨゴも一発食らった。落ち着いてシュートを決めてきます。さすがの判断力、白瀬ゴールド、とても速いです。さあ7対3で白瀬が KO。 落ち着いてシュートを入れてきます。3点差です。残り38秒。ここからどういう風にやっていくのか。反応できない、速攻シュート。
8対4、4点差まで広がってしまいました。ここからなんとか同点に持っていきたい横慎之介。さあシュートは決まらない。白瀬に阻まれます。綺麗なカウンターを食らってしまいました。残り30秒、9対4、5点差です。ここから同点に持っていけるか、時間を使いすぎてないか。シュートは決めましたが、これは少し厳しいか。さあ白瀬がブレードを放って KO です。落ち着いて落ち着いて落ち着きすぎている。さあこれで5点差です。先ほどの水沢翔と同じようにたっぷりと時間を使ってシュートをしてきました。横選手これは痛い。さあキャッチボールだ。どっちが勝つか。さあ裏投げの準備、裏投げは決まらない。さあ横選手長いキャッチボールをしております。どちらが勝つのか。知らせな、ここで知らせが決まった。残り4秒です。さあ11対5、もう何もやる気がない。悠々と悠々とポーズを決めてきました。白瀬ゴールド、決めポーズもバッチリです。11対5、愛知レグルスの勝利です。後半戦1対1を終えまして、結果はご覧の通りです。11対5で白瀬ゴールド愛知レグルスの勝利です。この後の試合で愛知レグルスが勝利を収めるのか、アルゴル千葉が引き分けにとどめるのか。さあ準備が整ったようです。愛知レグルス水沢&岡田ペア、アルゴル千葉水沢&ヨゴペアの戦いです。後半戦2対2、アルゴル千葉はすでに2敗していて後がありません。ゲームスタート。まず一番最初に動いたのは水沢翔、ボムを貯めている。2人を落として落ち着いてシュートをしました。0対1、開始6秒です。水沢龍がシュート、ここからどう攻めてくるのか。さあ水沢翔がダンブレードに集中している横の横をすり抜ける形でシュートを決めてきました。さあ水沢翔がシュートを持っています。1対1、残り1分45秒、ブレードの押しが続いている。横がダン、翔もダン。2人いないところに落ち着いてシュートを決めたのは岡田です。さあ横が速攻シュート、水沢龍がこれを防いだ。さあ横が残り一発 KO だ。 KO したところに空いたところにシュートしてきました。残り1分35秒、3対1、愛知レグルスが2点リードしております。残り1分30秒、岡田が取った。しかし刺されてしまう。水沢龍がこれをキャッチ。さあ双子のキャッチボールだ。ここで決めてきたのは岡田だ。得意のオーバースローで決めてきました。4対1、残り1分20秒です。岡田が溶けた。水沢龍シュートをキャッチ。スーパーキャッチと言っても差し支えはないです。さあ横が残り一発でダウンするか、どう出るか。さあ水沢龍が両方ともダウンしているところに水沢翔がシュートを決めてきました。残り1分10秒、4対2です。さあ龍がボムを決めてきた。同じコースで岡田がシュートを投げてきました。5対2、残り1分5秒です。愛知レグルスが3点リード、これは大きなリードです。さあ岡田が解けた。ダブルで狙われて岡田は解けてしまいましたが、ここは間に合わない。水沢翔が落ち着いてシュートを決めてきました。5対3、残り55秒、水沢龍がシュートです。さあ岡田がボムを貯めてきた。さあ2人ともやられた。空いたところに水沢龍が落ち着いてシュートを入れてきました。綺麗など真ん中です。さあ6対3、水沢翔も負けじとボムを投げられない。さあここで綺麗にカウンターを決めてきた。豪快なカウンターパンチ。7対3、愛知レグルス4点リード。さあ水沢龍がボムを貯めているが、岡田が取って取られてしまった。横はここを外してきました。7対3、依然4点リードです。岡田の速攻シュート。8対3、残り35秒、先ほどは綺麗な速攻シュートが決まりました。さあボムの投げ合い、どちらが決まるか。さあ岡田が KO されてしまった。水沢龍は逃げる逃げる、すごく避ける。さあ岡田が復活するまで耐えてみました。耐えてみせました水沢龍、素晴らしい回避能力です。さあ横がボムを投げた。岡田はやられてしまったが、水沢龍が抜きず。さあギリギリで取れなかったぞ水沢龍。9対4、残り12秒、5点差です。さあ逆転はここまで来たら不可能でしょう。岡田と水沢翔がダウンした。横はこれを取れず
シュートが決まってしまいます。10対4、残り7秒です。さあ速攻シュート決まるか、外してしまった、大きく左。10対4、残り5秒です。さあここでもう一発決められるか、岡田太郎、取られてしまった、横がカウンターパンチ。最後のシュートはギリギリで届きませんでした。10対4、愛知レグルスが勝利です。愛知レグルス対アルゴル千葉、4試合すべて終えまして結果はご覧のようになっております。愛知レグルス3勝、アルゴル千葉1勝、この戦いは愛知レグルスの勝利です。リーグ戦初戦、まずはレグルスが1勝を収めてきました。ジャパン X ボールリーグネクスト、次回は神奈川シリウス対アルゴル千葉の対戦の模様をお伝えいたします。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。X ボールリーグネクストの最新動画を見逃さないようチャンネル登録と高評価もお願いいたします。実況は私、愛知レグルスの岡田太郎がお届けいたしました。 X ボールファン並びにブラザーの皆様、またお会いいたしましょう。さようなら。